情報工学高校量子プログラミングのテーマについて内容説明をしていきます。担当の岡本芳生です。よろしくお願いします。このテーマで希望する人数が5名程度、少ない人数でやっていきたいと思っています。で、必要技能の要求レベルは割と高いです。まず自分の使える PC のバージョンの技術とインストールできること、そしてプログラミングの経験があること、そして組み合わせ回路と線形代数の処方を学んでいる、またはそれと同等の能力を持ちこと。で、4つ目、英語文献を読むのが苦ではないことですね。で、プログラミングの経験というのは大体24時間ぐらい、90分の授業を15週ぐらい受ければ24時間になると思います。で、組み合わせ回路と線形代数の処方については、2年生の人で、一類情報系の人は、これに該当すると思います。組み合わせ回路、論理回路の授業で、4月、5月の授業を受けていれば、この処方はあるかなというふうに思いますし、線形代数は1年生やってるということですね。ですけども、今入学したての1年生の人とか、他の類ですね、1類ではない人については、組み合わせ回路の処方を学んでいるかどうかはまだ分かんないので、そういう人については、この3つ目の義務をしっかり確認する可能性があります。はい。で、実施時間は、基本遠隔オンデマンドでやってきますが、たまにリアルタイムのミーティングも行う可能性があります。このリアルタイムのミーティングも遠隔で行う予定でいます。で、概要ですけども、キスキットというフレームワークを用いて、量子プログラミングを行っています。文学期ではテキストリプスを学びます。工学期ではキスキットを用いて、何らかのアプリケーションを開発するか、最先端のアルゴリズムを実装することを目指します。で、このキスキットって何なのかというと、これはですね、IBM が提供している量子プログラミングフレームワークのことです。で、これはですね、特徴が5つあるんですけども、まずこれ、カルソンで動作します。皆さん、カルソンでプログラムを書いた経験ないかもしれませんけども、プログラミングの経験があればカルソンに戻ることは簡単なので、そこは恐れないでください。でですね、これは本物の量子コンピューターで動作します。これまた後で説明します。でですね、このキスキットは量子回路モデルに沿っています。量子計算のモデルっていうのもいろいろあるんですけども、これは量子回路を使って、計算をするということを考えています。で、なぜ量子プログラミングを勉強したいかというと、現在の構成のプログラムでは、例えば GPU、グラフィックスのツリー装置というのがあって、それをですね、CPU から読んで、構成の計算を行うということがよくあります。で、これがですね、将来的にですね、未来では QPU ですね、量子処理装置に変わるかもしれないわけですね。で、この量子コンピューターを CPU から呼び出して計算を行うということになるわけです。で、現代の構成の計算ですね、これの場合には GPU をうまく使うためのプログラミングテクニックであるとか、その専用のアルゴリズムっていうのはいくつかあるんですけども、そういうようなことをこの QPU を使うときにも考えたいわけです。で、そうすると量子プログラミングっていうのを勉強する必要があるわけになってきます。で、それをやりたいというのがこの高校の目標です。ですね、そういうことができると、実際先ほどのキスキットを使うと、この IBM のクラウドアート量子コンピューター上で、自分の作ったプログラムを実行できます。このような実行をですね、この工房でやるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、そういうことが未来将来的にできるようなできるための準備をこの授業ではしていきたいというふうに思っています。で、この1年間の目標なんですけども、前学期はキスキットで量子プログラミングの基礎を身につけます。で、それが終わった後、後学期では量子プログラミングで役立つものを作りたいと思っています。例として、ここに量子力学習とか、量子金融工学とか、量子暗号とかって挙げていますけども、こういうキーワードにピンときたら、ぜひこの工房で勉強しましょう。ちなみにですね、私がこの量子プログラミングの専門家でも何でもなくて、私自身が量子プログラミングを勉強したいので、この高校で学生の皆さんと一緒に勉強したいというつもりでやっていきたいので、そういうつもりで皆さんも受講してください。で、登録時の注意ですけども、登録するときにですね、履修登録するときのアンケートの中で自由記述があると思います。そこでちゃんと皆さんが必要義務を有していることをちゃんと書いてください。で、そうしないと私の方で皆さんの能力を判断できませんので、よろしくお願いします。場合によっては Zoom で皆さんの義務を確認するということをするかもしれませんので、そのつもりでいてください。しっかりとその点は注意して記述するようにしてください。はい、以上で量子プログラミングテーマの説明を終わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。